のお正月はとことんおめでたい気持ちになりたいなって思って、七福神の皆さんをモチーフにしてみたんだ。私自身あんまり七福神に詳しくないから、天界について調べたり、どんなところかなって想像するところから始めました。ミューズのみんなにも展開についていろいろ聞いたりして、みんなのおかげで小鳥のアイディアもバッチリまとまったよ。小鳥はホテイ様だから大きな袋を持ってるんだけど、何が入ってると思いますか？実はね、果物がいっぱい入ってます。桃とかマンゴーとか八百屋さんに行ってどっさり買ってきたんだ。小鳥がイメージする展開はですね、たくさん果物がなっていて、いつも果物の幸せな匂いがしてる感じ。本当の展開に行くことはできないけど、少しでもこうやって展開に遊びに行ったつもりになってもらえたらいいな。ミューズのみんなも七福神や天女になってるから、みんなで一日中歌って踊って遊んで、あなたも展開を楽しんでいってくださいね。それでは展開旅行の始まり始まりなんて早速私と一緒に遊びましょう。読んでみたいストーリーを選んでください。はあはあ、もう小鳥立てません。あなたもこのコースにいたんですね。今回のスキー旅行、海ちゃんがスキーをやるからには半端な覚悟ではいけませんってすごく張り切ってるんだ。朝からずーっと滑ってたからもうクタクタなんだけど、でも楽しい。やる気いっぱいでビシバシ行きますって感じの海ちゃんはすごく生き生きしてて可愛いし海ちゃんのやる気パワーのおかげで小鳥のやる気パワーも溜まってきました。今から少し休憩したらまたスキートックに戻ろうと思ってるの。今日はとことん海ちゃんの特訓に付き合っちゃおう。あ、そういえばほのかちゃんを見なかった？もしかしてスキートックが怖くて逃げちゃったのかな。大変だけど楽しいよってほのかちゃんに教えてあげなくちゃ。あなたもほのかちゃんを見かけたら連れてきてくださいね。読んでみたいストーリーを選んでください。今日はね、みんなでチャイナドレスをお借りしたんです。体のラインが出るのはちょっと恥ずかしいけど、いつもよりスタイルがよく見える気がする。それにちょっぴりセクシーだし、スリットが入ってるからかな、早くみんなが着てるところも見たいな。あとね、このドレスはすごく着心地がいいんです。ねえねえ、あなたも触ってみて。滑るみたいに滑らかだよね。裏地もシルクだなんて贅沢。さわ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 、うーん、何回触ってもうっとりしちゃいます。シルクのパジャマを着たらきっと毎日幸せな夢が見られるんだろうな。例えば
大きな鳥さんの羽に包まれる夢とか、あとは大きな猫さんのお腹にぽよんって乗る夢とか、ふーん、絶対幸せ。帰りに生地屋さんに寄ってシルクを買おうかな。幸せな夢が見られるように、あなたのパジャマも一緒に作っていいですか？ずいぶん寒い。風には注意してください。こんにちは、小鳥人魚がやってきました。人魚さんは鱗があるからとっても素敵ですよね。お日様の光が水の中まで届いたら、鱗がキラキラ光って綺麗なんだろうなって、ドキドキしちゃうの。鱗の色も自分で選べたらもっと嬉しいですよね。あ、そうしたら小鳥は鱗に可愛い絵を描いてあげたいな。お花柄でしょ、星柄でしょ、ケーキ柄でしょ。そうだ、小鳥柄も描いちゃおうかな。あとはね、あとはね、迷っちゃう。もしいっぱい描けたら小鳥のうろこショップがオープンしちゃうかも。うろこショップがオープンしたら、あなたも遊びに来てくださいね。読んでみたいストーリーを選んでください。こんにちは、親指姫さんです。小さくてもお姫様なんですよ。体が小さいからカエルさんに連れて行かれそうになったりしちゃうけど、でも小さかったからお花の国の王子様と出会えたんですよね。小鳥の体が小さかったら何をしようかな。マカロンに乗って川下りとかできるかな。そうだ、小鳥さんの背中に乗って空も飛んでみたいな。あなたはどんなことがしたいですか？でもやっぱりこの質問はやめます。あなたはいつもあなたの姿でいてください。だって小鳥だけ小さくなってあなたのお洋服のポケットに入ったら楽しそうだから。そうしたらいつも小鳥を持ち運びしてくださいね。あなたが会場のどこにいてもステージから見つけて。お昼寝かな。公園に行ったらお日様が当たってるところに移動するんです。それから小鳥の枕をポフって置いて、おやすみなさい。これが小鳥のおすすめのお昼寝です。いつもは外で寝ないけど、暖かい日ならたまにはいいですよね。お日様を浴びながらお昼寝するといい夢が見られるの。アルパカさんに乗って世界を旅する夢とか、大きなケーキに潜ってもぐもぐってする夢を見ましたよ。とっても幸せな夢でした。もうちょっと暖かくなったら一
緒に公園に行きませんか？二人で一緒にお昼寝したら、同じ夢が見られちゃうかも。読んでみたいストーリーを選んでください。ここをこうしてペタペタ。あ、見てたんですか？小鳥は雪だるまを作ってたんだ。かわいい雪だるまさんができちゃいました。ちょっと指がかじかんじゃったけど、小鳥も納得の出来上がりです。あ、小鳥の手を握ったら、あなたの手も冷たくなっちゃいますよ。今日はクリスマスですね。小鳥が雪だるまの中に入っていたら、あなたは抱きしめて溶かしてくれますか？もし溶かしてくれるなら、小鳥もあなたのことギュッて抱きしめ返しちゃいます。ずいぶん寒い。風には注意してください。メリークリスマスです。小鳥サンタがとびっきり美味しいいちごたっぷりのケーキを作ってきました。小鳥特製クリームもたっぷりだよ。今夜は特別に小鳥が食べさせてあげますね。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが、おいしい人参になりました。おいしいじゃがいもになりました。なんと玉ねぎだっておいしいのです。うん、いい感じ。今日は小鳥のコトコトシチューと特製グリーンサラダだよ。あなたのために作りました。食べさせてあげるね。ふう、ふう、はい、あーん。おいしい？よかった。あなたにおいしいって言ってもらえるのが何より嬉しいな。お料理結構好きなんだ。だからこれからもいっぱい作ってあげるね。小鳥今とっても幸せです。弓道部とスクールアイドルとの両立は大変ですが、ドキドキ、そわそわ。ねえねえ、
スポーツしても大丈夫かな？怪我とかしないかな？あなたが怪我したらって思うと小鳥落ち着かなくて。一応転んでも大丈夫なように絆創膏と包帯は持ってきたんだけど、あと途中で目にゴミが入ったら大変だから目薬と、あとは、え、心配しすぎかな。そっか、あなたが大丈夫って言うなら大丈夫なんだよね。スポーツドリンクと終わった後のおやつも持ってきてあるから、後で一緒に食べようね。それじゃあ気をつけていってらっしゃい。小鳥はあなたのことずーっと応援してます。読んでみたいストーリーを選んで